お疲れ様です。今日はですね、こちらのディーガポイやっていきます。ということで、めちゃめちゃ久しぶりに使う気がします。ただのディーガポイです。はい、なんかただのっていうとかわいそうですけども、まあ着衣型で高回転なね、はい、もう守って、あとはディガーポイズンウッドで削っていくだけといったね、シンプルなデッキですね。まあ最近、まああったとしてもやっぱウォールブレイカーが入っていたりだとか、まあなんかね、強いので言うとね、なんだろうな、まあエリージェイが強かったとか、なんかまあディガーポイがね、いるのはまた珍しい。まあでもちょっと前ポイズン環境だったんで、その時にチラホラはいたかなと言ったところで、まあやっていきましょう。もう本当に守るだけですよ。で、今回の相手はマジアチョウォールブレイカーだ。ディガポイ VS マジアチョウォールブレイカーね。もうディガー対決ですよ。どっちがね、本物のディガー使いなのかっていうのを、検証する試合みたいなところありそうですけども、まあ、俺、トルネないんで、そこがね、ちょっと嫌だねっていう、とこではある。さあ、マッチャク出して、マジアチョはデリバリープラスのウッドとかでやりたいよね。えっ、マッチャクもうちょっと生きてほしい。このダメージなんか微妙にウッドでギリ耐えてくんねえかな。あー、耐えない、耐えてほしかったね。まあ、俺のこれ負け筋は本当にもうトルネ、マジアチョトルネ一択っすね。それ以外はね、ディガーはゴブリンで拾えるし、大砲もあるしっていうので、端前マジアチャをね、どうするか。まあ、大砲置くもあれば、まあ、デリバリーで読むみたいな、ちょっといろいろあるんですけど、まあ、一旦ね、あいつだけ危ないんで、ポイズンで縛いてあげて、次、ディガーウッドのね、可能性があるんですよね。お、だから美味しい。マジ守るだけっすね。やめて、ウッド。あー、裏ね。マジアチャ回らない。あぶねー。なんか怖いっすね。まあ、俺は、まあ、右でも左でもどっちでもいいんですけど、削りたい。もう、ポイズンまで打っちゃいます。打った、当たんなかった。ちょっと待って、でもマジアチック来るですね。これ来ない、来ないんかい。俺これ同サイドのアチャク強いかもね。芋ってね、拾う。まあ、ポイズン削りあるんで。お、なんかアチャクイ強っ。この大砲いらんかったかもっすね。もったいない。いや、マジ守るだけなんだよな、ほんとに。おお、これちょっとね、攻めます。いや、めっちゃいい攻めになってる。相手が攻め取るに使ったんで、こっちもね、代わりに攻めちゃうよっていう。おう。まあこれ別に禁忌されてもいいわ。別に。されなかったけど。これさ、マジ、あちゃくいゲーみたいなとこない？うーい、やりこぶどっか消える。でもポイズン削りっすよね、こっから正直。しかもボムでこれ拾われてないのでかいね。これアチャクイもう一回切れるぞ。このアチャクイで終わんねえかな。たまたまそんな強くはねえか。でマジアチャ高め、お、ミスってる。さあちょっと怖い、打ってくるとポイズンで削って、もう気づけば次のディガーが回る。足食いがね、やっぱこのチャンピオンなんで、サイクルがすごいこう、ぐちゃ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 になるわけですよ。
はい、だからアチャクリ場に出てるとディガーからのポイウッドアイスピでもう一回ディガー飛ばせるんですよ。だからディガーポイウッドアイスピ、ディガーポイウッドアイスピができるんで、相手からしたらはっつってディガー削り強すぎやろってなる。3倍タイムの削り方やばいっすね。なんだかんだね、やっぱポイズンのあの防衛の遅延効果が強すぎるね。お、でも26、おぶね、やばい、俺の大砲が甘えてたからね、相手から多分うっとしたらついでにゴブリン来たっつって、いってえな。貴様暇なんでリガ加えて、まあこれ26なんで、いやこのダメージ痛えな。最初の守れば守れば勝てそうだってリガー削りとポイ削りこれファイアボックきそうなんで、ちょっと高めにね来ましたね。うん、これ圧着いいからのディガー行きたいね。ファイブ使ったんだね。お、圧着いい強い。いやー、圧着いいもっと強くあれ。さあ、マスケね。マスケはポイズン打っていきたいけど、高めのマスケには、まあ圧着いいか。いや、でも圧着いいそしたら強いですね、今回俺。すべて圧着いいで勝てる気がする。相手はまあファイボーでどうにか頑張りたいとこかな。低め大砲でファイボー誘ってコスト使わせるっていうのもあるっすよね。うん、で圧着これケツから出すともう呪文削りされちゃうんで、まあ出すなら高めか逆再ケツかみたいな。相手もマスケ高めに出したい。いやこの圧着最強最強の位置にいる。え、それ入んのやばくない。さあ、なんか知らんけど入っちゃった。あ、でも圧着が入ってる。やべ、うっ、怖いよ。さあ回してあげて、これちょっとチャンスですね。圧着い出せるんで、ファイブを使ったんで。大砲で拾う。入んのかな。あ、入んなかった、いらんかった。高め圧着い最強です。呪文削り、マジ圧着いこれやばいっす。圧着い圧着いで勝ってるっすね。もう相手はマスケな分サイクルが普通なんですけど、遅く感じちゃうっすね。やばこの圧着いゲー。さあ圧着いマジでこう見たらやばいよね。お前強すぎやんってなっちゃう。初登場デリバリー。さあウッドが入ってリガが入る。いや危なかったですね。
マジこれやばいな、マスケとアチキンの差がこんなにね顕著に出ることないよね。さあこれがね、まあ、チャンピオンの強みですよ。チャンピオン持ってない方はね手に入れてもらって、だからね最近はねアチャクイのクエイクホグだとか、まあ何かしらね何かのデッキにはチャンピオンが入ってるわけですよ。本当に回転がずれるのも強いし単純に強いのもあるけどね。さあもうアチャクイねアチャクイゲーですから、これまたマジアチョウルベリカじゃない。さあいいね、マジアチョウルベリカ好きなんでね、やっぱ流行ってくれると、うん、あーいい位置、一応警戒、一応ね。まあさっき試合した感じ相性悪くはなさそうだったんで、削ってこう。まあ、トリネあるんでね、もうディガーを飛ばす位置がねもうこの辺しか投げれない、それが悲しい。でウォールブレイカー大砲で受ければいいんで、まだ守るだけね。そこかよ、アンチャクイがアンチャクイ削れちゃうの嫌だな。これ来るかな、来たっす、危ね、いや危ね。さあトリネで下げられちゃうんで先にだけ取っちゃおう。うい、いいウッドだ。さあウッド咲いた、あマジマジ打ちだけっすねえ、そうだね、来るよね。いやーこれまた射抜かれちゃうかもね、射抜かれませんでした。くそ、このねこのなんか読みにコスト使わないといけないの苦しいよ。さあこれちょっとチャンスかな。いやマジでちゃん何で入っとんねん。いやー着衣これ受けないんじゃない。あーうまっ、その受け、そういう受けができちゃうわけね。うっとっときゃよかった。まあずるいそれ。これ圧着いるときにトルネとかウッドとかね、これウッドか、まあ、ウッといた方がいいですね。この間になんかカード回るしダメージも稼げるしみたいな、いいことしかない。さあマジで圧着い最強すぎる出し毒、さっきからなんか圧着いゲーしてる。オーキングのミスってる。いやマッチクイ強すぎてやばいねこんな強かったっけ俺。多分ねそのアチャクイをあんま使わない側の人間なんですよ、キングだそう別に嫌いじゃないんですけど、やっぱ全盛期が強すぎてその時から弱くなってるんで、なんかあんまこうめっちゃ好んでは使わない。それよりはマイティとかあっちの方が好きなんですよ。ゴルナイとかね、スケギンとか。そうなんですけど、久々に使ったけど、バケモンだな、こいつ。ちょっと今日からね、アーチャクイ信者になろうかな。めちゃ強えな。極めがいがありそうっすよね。さ、ワントゥーはメガナイトオールブレイカーの韓国のプレイヤーっすね。一生これ使ってる。うん。あー、ゴブリン型か。多分コウモリとかのやつなんですけど、まあ守ればっすね。メガナイというのを守れるかって話なんですけど、守れますよね。いやー大砲強いな。多分呪文もザップだけとかだと思うんで、ゴブコウモリ U の古いね型がね、
リガっぽいが強いな。マスケかな、着衣かな、そこでもちょっと変わっていきそうですけど。今すぎてザップ、アイスピさえもちょっとね。いやー、このアイスピのダメージなんか嬉しいな。リガっぽいあんま使わないから普段。やべ、これアチャクでよかったかな。いや、アチャクだったらでも踏まれてたかもしんないんで、地味うざ。あー、なんで前行ったん。さあ踏む、キング起動したいけどね。もうね、こういう相手はね、キング起動されるの分かってるからめっちゃブッパ来るんですよ。そうなんで、さすがにこれはね、キンキしないっすね。今回はまあ、キンキとせずに戦おうかな。マジで守るだけなんで、今回の相手とか特に呪文がザップだけなんで、まあディガーはゴブリンで拾えるしね。いかに守れるか。コウモリが嫌っすね。デリバリー使わないといけない。そう。うさあ、ポイズン。守る、守る、守る、守る。攻めない、攻めない。まあ、ゴブリン使ってたら攻めるよね。いや、メガネと飛んできすぎ。さあ、あとは守れるか。まあ、逆サイドもね、なんかいい感じに攻めてくるっすよね、こういう相手。そうなんですよね。いや、でもなんか、めちゃめちゃ綺麗に守れてたんだけど。いや、着衣強っ。だいぶ頑張ってんな。いやー、コウモリいて。メガナイト。いや、でもマジ守ればタイブレイクで勝てそうなんで、守りたいけど、やっぱユーノとかコウモリがね、事故りやすいんで怖いよね。いや、チャグイ強え。こいつどう考えても。さあ、冷静すぎる。耐え、あぶねー、あぶねー。怖すぎる、怖すぎる。いや、もう一回おとなしくいきます。いや、デリ強えな。俺にはポイズンがあるんだからな。強気に出れるぞ。コウモリやだ。さあ、守るよ。いや、マジで。大砲、大砲ぶっ壊れです。でも泣くしかない。これウォールブレイクは許容できるっすね。こっち来たわ、あっちから。いや、マジデリバリー強っ。あぶねえ。さあ、守るだけ。いや、鉄壁だな。やっぱデリバリーいいよな。デリ好きなんだよな。なんかどんなピンチでもデリウッドとか、まあ、それこそ今回ポイズンあるんですけど、デリポイズンあれば何でも守れるっていう、この安心感がね、あるからこそディガー飛ばせる。さあ、多分本気で守ろうと思えば何でも止まるっすね、ポイデリウッドは。まあ、片サイドで来たらですけど、やっぱ上手いプレイヤーほどね、こういうデッキには両サイとかで来たりしそうなんで、そうなると難しくなってくるって感じかな。さあ、ドリル。ファイブウッドのマスケ縦線、マスケゴブリンかな最近。あ、でもウォルブレイクいる。マジアチャはない、やめて。ポイズンかな。
これポイズンドリルの、まあ最近いるのはいるみたいなね。これポイッとポイズン当たっちゃうかな、この位置。なんかいやらしいことしてきたっすね。おちょくい、何やってんだよ。あちょくい、なんかごめんな、そんなやられ方しちゃって。相手のあのウォールブレイカーで何体倒すタスクが進んでる、あちょくいによって。マジそれ好きやな。マジ大好きやん。いやでも相手の種分かったら怖くないっすよね、これ。内側ドリルで逆サイウォールブレイカー刺したい。ゴブリン持ってんで、ゴブリンだけ考えてリガー飛ばせばなんとかなりそう。呪文なんなんだろうな、ドリルウォールブレイカーの。まあロケとかの可能性もあんのかな、薄そうだけど。さあマイティ、マイティ使ったらアチクイ何で受けるんだ、これゴブリン使わして。あれ相手寝てないっすか。あ、俺のゴブリンも寝てる、コストも寝てる。だいぶ見てたな、これは。なんか、あー素晴らしい。やべ焦った。うっ、いやでも強い。いやこの大砲強いっすよね。ウォールブレイカーも受けれるし、俺のこのディーガーがヘナチョコなのはね、許してください。単純にドリルに強えわ。ただただ相性的な要素も含め。さあこれリグゲないっすね相手。ゴブリンとマイティ咲いてたらもう一生カツカツゲーっすよね。さあゴブリンに拾われる。お、相手が頑張ろうとしてる。さあ今回はデリバリーでいつもと違う防衛パターン。いやめっちゃ入るな、リガっぽいマジ削りすぎだもんね。強すぎ、防衛マジで硬いね。デリバリーがてか、なんかウォールブレイカー多いね。リガウォールブレイカー今日何回当たったってぐらい当たってるけど、まあそれに対して強いんでしょうね。リガー対決の頂点かもしれない。さあまだ勝つ勝つね。何が苦しいんだろうね。なんかマジアチはきつそうに見えたけど意外とだったかな。さあウォールブレイカー環境が定まってきてる。あーマジアチウォールブレイカーっぽい。おおうまい、金ギドだ。これさすがに警戒しないといけないっすね、しゃあなしで。うん、痛いんでね、これ最初にもうキング起動されちゃったのちょっと辛いっすね俺は。おーマジでマジアチャオールブレイカーだ、今日これしか来ないっすね。痛いね、これさすがにトルネで下げてくる気がするんだよね。下げてこなかった。うん、まあこれはもう今日2回、3回目だもんな、これやばい、これしかおらん。うん、ボムス。なんでまあディガーをしっかり大砲か、まあ、SP ゴブかで拾って端マーチャク、マジアチャ警戒して、
警戒無駄になってんな。全然始めまじでしてくんないっすね。仕方ないな、これ。サイド合わせるか。同罪にしよう。同罪の方が血圧着いしやすいし。悩むの同罪か。同罪でいい。さあ、やっと始まりマージャチをしてくれるようになったっすね。こっから相手の無駄がちょっとずつ増えていく。いやー、着衣が強すぎ。こいつやべえな。ディガーでマジアチャ止めるのいいっすね。で、その間にポイズンで溺れさせる。俺の考えた。こういうのも始まりマジアチャで射抜いてきそうで怖いっす。射抜かれない。うん、射抜かれそう。うわー、マジでえらアイスピー、まあ、出しとくか。あー、いいこれね。あ、これは。あ、めっちゃいいタイミングで打ってた。おぶねー。いやー、でかいこれ。2が数発。はしまいにユニットいなければ射抜かれないのもありますからね。おっ、あぶねー。いやでも、もうマジで相性いいな、俺。マジでジョルベか。ディガー系、全部勝ってんな。さあ、守るだけ。というわけで、守るだけね。ディガっぽい皆さんもやってみてね。あー、着衣強すぎー。